日本ハムの清宮幸太郎選手はほんの数年前、甲子園を沸かせた怪物でした。清宮選手はこのまま終わるような選手ではないのです。2012年第66回リトルリーグ世界選手権で世界一に輝いた東京北砂リトルのエース&主砲清宮幸太郎は、米スポーツ専門局 ESPN がベーブ・ルースの再来と報じ、米国民を震撼させたリトルの怪物とまで言わしめました。13歳の頃です。高校1年生にして甲子園の大観衆の前で2本のホームランを放ち、ドラフト会議では7球団から1位指名を受けた清宮選手。しかしプロでは1年目から7本塁打を打ち、期待されたにもかかわらず、その後は伸び悩み、昨年はついに打率が2割を切り、4年目の今季は1軍出場ゼロとなりました。2軍の打率も 0.205 とさっぱり振るいません。清宮幸太郎選手はもう過去の人となりかけていました。新庄ビッグボスから、ちょっとデブじゃない、ちょっと痩せないと言われるまでは、清宮選手が痩せてしまったら打球が飛ばなくなるのが怖いのでと言うと、ビッグボスはこう言いました。今もそんなに打球飛んでないじゃん。昔の方がもっと飛んでた。昔の方がスリムじゃなかった。それはキレがあったから。今はキレがない気がする。痩せた方がモテるよ。かっこいいよ。スタイルのいい野球選手がベストでしょ。今年、清宮選手は下半身強化のため太ろうとしていたらしいのです。ホームランを打つには確かに体重も必要です。でも脂肪だけ増やしても打てないし、怪我もしやすくなります。現に清宮選手は打てないし飛ばせないしで結果が出ていません。それにしても上司が部下にデブって言ったら普通ならパワハラです。海外なら訴訟案件かもしれません。しかし減量指令を出した新庄ビッグボスには絶賛の嵐。他の人が言えないことを言える監督。もしかして良い監督になるのでは？と評価は爆上がりしました。でも皆さんが気になるのは清宮選手のハート。ここで清宮選手はビッグボスの言う通りに痩せるのか、それとも突っぱねるのか。グラウンドでの話が終わってビッグボスが去っていく後ろ姿を目で追いながら、清宮選手は何を考えていたのでしょうか。タブー中のタブーに触れやがったと思ったのかもしれません。ところがそれから9日後、新庄監督がちょい痩せ清宮を称賛、想像を超える減量に驚いていますという記事が東スポウェブより配信されました。新庄監督はこの記事の見出しと写真を引用し、この短期間で想像を超える減量に驚いていますと拍手の絵文字を添えてインスタグラムを更新しました。そしてすごい、髪切って身だしなみもと合格点を与えたのです。監督の減量指令に即座に応えて返信した清宮選手を速攻で称えたビッグボス。この投稿は約1時間の間に約1万8000件のいいねがつきました。合格です、合格。清宮選手はビッグボスから花丸をもらいました。見てください、顔つきがキリッとして精悍な感じになりました。たった9日間でこれだけ仕上げてくる清宮選手、さすがです。これからもっと体を引き締めて、さらに垢抜ければ、もっと女性ファンもつくでしょう。そして来季からある程度の結果を出せば、ビッグボス構想の投手3人、野手4人スター計画に入れそうじゃないですか。清宮選手はものすごく期待されていたのに、今までパッとせず、それを少しでも変えてやる、結果を出してやるっていう気持ちが湧き起こったみたいです。日ハムファンの皆様、よかったですね。しかも今回痩せてうまくいかなかったら戻せばいいという逃げ道も用意してあるのです。じゃあ痩せてみようかなってスタートしやすい雰囲気でビッグボスの優しさすら伺えます。これで他の選手たちも清宮選手のように覚醒したら日ハムはやばいです。今年からは新庄日ハムの応援をしたくなったファンも増えたと思います。いえ、絶対増えています。楽しみで仕方ないです。やっぱり人って出会った人で変わるんですね。清宮選手のダイエット、日本中に注目されているから絶対に失敗できないですよね。そのうちダイエットの本を出せるんじゃないでしょうか。ライズアップから CM のオファーが来るかもしれません。整形はしないと思います。
清宮選手は元ラグビー総大監督のお父様の影響で幼稚園の年少からラグビーをやっていました。とにかく体が大きく、ボールを蹴っても誰よりも飛ぶので将来を嘱望されていたそうです。複数のスポーツをやると鍛えにくい部分が鍛えられ、異なる体の動きを身につけられるということだと思いますが、お父様の勧めで小2の終わり頃に軟式野球のチームに入りました。清宮選手はラグビーも野球と同じぐらい大好きでしたが、小学4年生の時悩んだ末に野球を選んだといいます。清宮選手が野球を選ぶきっかけになったのは2006年の決勝再試合となった双日駒大苫小牧戦を見たからです。双日の先輩の斉藤佑樹さんがかっこよかった、今自分が野球をやっているのはあの試合のおかげかもしれないと清宮選手はインタビューで答えていました。お父様が息子のために自宅の地下に打撃練習場を作ったくらい、子供の頃から環境に恵まれてきた選手です。清宮幸太郎はまだ4年目の22歳、日本だけでなく世界で活躍する素質はあるのです。みんなで清宮選手を応援しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。面白いと思ったらチャンネル登録と評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。